はい、木の店さん、木です。一枚板を使ったカウンターでですね、アイアンの足なんかもよく使われるんですけど、まあそういう足の中で自動昇降をする、自動的に上がったり下がったり、する足があるんですけど、それを、使って天板を乗せてスタンディングデスクにしてですね、座ったり立ったりしてデスクワークができるというテーブルカウンターですね、その製作になります。使う足がフレキシースポットというメーカーで、その中の E7 プロっていう足の形がカタカナのコの形になっててですね、まあ、そういう風な感じで使うタイプの足になります。今からね、これは箱を開けて、まず足をねちょっと組み上げていきます。そして組み上げていってから天板を乗せてみて、今度天板の方をね加工してボルトで取り付けるような加工の仕方になります。この杉の板を天板として使われる感じになります。サイズ的にはだいたい50センチぐらいから、広いところで、まあ、60センチぐらいのカウンターサイズの杉の天板になります。これもね、樹齢の高いね、年輪の細かくて、そして動きのあるね杉の板で加工して天板になるという、まあ、そういう風な感じになります。これが、全部ね部材になりますね。これとかコントローラーですね。この辺なんかはビスというかボルトとかですかね。組み立てていきます。
足の方は、今組み上がって、完成しました。まあ、大体説明書を見ながらどうでしょうね、30分くらいあれば、足の方はね組み上がるのかなと思います。ただ何にせよ一つ一つがね結構重い部材で、でそれがこう合わさってね一つのこの、アイアンの、この足になるとね、箱に入ってた状態で30キロあったので、まあ本当に重いんですね。なので一人でちょっと取り回しをするのにはね結構大変じゃないのかなと思います。大体2人でこうひっくり返したりとか移動したりとかっていう風な感じになるかなと思います。アイアンのね足の上に、実際に使う板を乗せてみました。まあ、こういう風な感じですね。リモコンの方が、こっちの手前のね右か左、右利きの方だったらね右側につける感じで、この字型に足がなってて、まあ、壁側に寄せて使うような感じでね、足元が結構すっきり、するのかなと思いますね。はい、こんな感じになりました。杉の板の方がですね足の方に、取り付けの加工が終わりまして、まずはねこれで、完成というふうな感じになりました。今回ねフレキシスポットっていうメーカーの足をまあよく使ってるんですけど、その中の壁に寄せて使うような感じになってて、足が片側に寄ってるんですね。真ん中に来てなくてこういうふうな感じで、座る方がねだいぶこう空間が空いてカウンターのようなね感じに見えるこう足の作りになってますね。乗せた板の方が、サイズがですね1630の、狭いところが450ぐらいで、で広いところが670、そして板の厚みが47ミリというね、そういう杉の、天板を、お客様の方でね購入いただいて、そして、またお客様の方が、この足の方をね購入いただいて、うちの方にね送っていただいて取り付けるという、そういう流れでね今回取り付けの方をね行いました。目積みがいいね、杉の板で多少こういう風に朽ちたりとかそういったところをね補修もされてるんですけど、なかなかこう見応えあるね、一枚板で、出入りも結構激しくて狭いところと広いところもねだいぶ差があるんですけど、こっちの広いところでねいろいろこう作業スペースはだいぶ広いですし、まあこっちがちょっと狭い感じで、で、ここの、右手の方にねリモコン操作盤の方ね取り付けましたね。実際動かしてみましょう。アップボタンをね押してこんな感じでずっと上がっていきますね。ここでだいたいゲージの方がね128センチを指してますね。一応そこが、まあ、最大値なのかなと思います。板の厚みがプラスされるかなと思います。はい、で一番、低い状態で 62.5 ですね。はい、
そういうふうな、高さが一番低い感じですね。だいたいダイニングテーブルの高さがだいたい70センチくらいだとするとね、そこから、7センチ8センチぐらいこう低くなるところがね、最低の部分かなっていうところですね。このグレードは例えば配線とかがこうあるんですけど、何かにこう引っかかって止まってしまったりとか、あとはこう上昇したりこう下降したりするときに障害物があったときに自動で止まるっていうね、機能があるので、ちょっとそれを試してもらおうと思います。こういった感じでちょっと俺衝撃があると、もう一回じゃあお願いします。それぞれですね、止まってちょっと下がるっていうね、気の利いた障害物をね回避する機能があってですね、すごいその辺はなかなか便利かなと思いますね。パソコンワークする場合なんかは足をね、一番上まで上げて、そうするとこう下回りのね配線作業とかその辺だいぶ楽だなっていう印象がありましたね。パソコンのそういう配線メンテナンスとかそういったのにはこの上昇する、だけでもねだいぶ便利かなと思います。杉のね一枚板を、自動昇降のねアイアンの足の方に、乗せて、座って、作業するのもできますし、あとはスラッディングでね、立って、仕事パソコンワークができるようなね、そういうアイアン足に一枚板を取り付けたというそういう動画です。ご視聴ありがとうございます。